くんチャンネルです。はい、今回ね、まあ昨日なんですけど、コロナワクチンの3回目打ってきたんですけど、そんなにね、しんどくないです。はい、まあね、2回目の方がちょっとしんどかったかなとは思うんですけど、まあ、安心してください。はい、で、今回もね、この大林バージョンのシーマですね、 Y31 のシーマの制作をしてるんですが、ちょっと昨日ね、動画止めた時にこのボディですね、はい、ボディをもう一度ね、このキウイグリーンメタリックを拭いて、で、まあ乾かしてから、ちょっとね、まあクリアですね、はい、クリアを1回目拭いてみました。はい、まあなんとかね、こんな感じでなってます。ちょっとね、まあここ穴今開けてるんですけど、バンパーのとこね、横穴開けてるんですけど、箱でもね、ここですね、はい、これをするのにちょっと穴開けてます。はい、で、このね、横の穴のとこですけど、まあデカールで言うたらね、デカールで言うたらこの15番かなの、シルバーのこのやつですね、はい、それをつけるってはなってるんですが、僕ちょっとね、このシーマ、まあ、ヘッドライトとか、フォグランプで、この横のとことかブレーキランプとかね、を LED の球ですね、でちょっと光らせたいかなと考えてます。はい、まあなんとかここまでは来ました。はい、でまあボディの方はこんな感じでね、上拭きと、クリアを拭いて、やってますが、今回ちょっと内装ですね、はい、内装の方、これ昨日またね、ちょっとブラウンの方を上拭きしまして、で、こういうとこね、まあ、シルバーとか、黒の墨入れですねとかもして、で一旦ね、このミッションのとこのこの上のとことかね、ちょっと今こんな感じでなってますが、また色分けとか綺麗にしてみたいと思います。はい、で、ダッシュボードを今つけたいと思うんですけど、この足のね、足のマットのとこをまた布とかでね、布とか、まあいらないね、60番とか100番とかの、紙やすりでね、色をつけて、まあ足のマットみたいにちょっとしてみたいかなと思うんで、今のところダッシュボードはつけてないです。はい、でね、横の、はい、とこもこんな感じで墨入れしたり、このね、中の電気ですね、はい、のとこもやって、ちょっとずつね、色分けしてます。はい、まだこっちはこ、細かいとこの、墨入れのとこはまだしてないんですが、ちょこちょことやっていってます。はい、でダッシュボードもね、こんな感じで色分けして、でメーターのとこもね、これデジパネの方をつけてみました。でこれね、まあ、こちらにも置いてますが、
これはつけなくて、で純正のねこのスイッチ類のやつですね、それを今つけてます。はい、こんな感じで、スイッチ類のとこもはい色分けしてやってます。はい、まあぼちぼちね、ちょっと内装の方もやってみてます。はい、でブーメランアンテナはちょっと黒色に吹いて、やってます。でこれですね、あの後ろのまあセンターのとこに置くね、テレビデオっていうやつですね、昔流行ったやつですね、それもこんな感じで色分けして、今つけてます。はい、これもねあのテレビデオもこのセンターコンソールのとこですね、はいのとこにつけてみたいと思います。はい、今回はねもうちょっとボディの方はこんな感じで、クリアとかも拭いて、で今内装とかの方の色分けをして、ちょっとずつね部品もつけていってます。はい、まあこの、羽ですね。はい、これインパルの羽で、まあ、ちょこちょこねここ切ったとこの色を剥がれてますが、それをちょっとね、また色分けっていうかちょっと色つけていきたいと思います。はい、で、リップスポイラーですね。はい、もうつけてみました。はい、こんな感じでシーマーですね、3インチのシーマーをちょっと進めていってますが、またねこれからちょっと内装の方の色分けもしていって、次回、まあ部品内装の方ねつけていって、まあここの中にね、シャーシのとこに、つけてみたいと思います。はい、それではね、今回はこんな感じでちょっとずつ進めていってる紹介をしてみました。はい、それでは、今回はこんな感じで、シーマはいやってみました。はい、それではお疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。バイバーイ。